どうもじゃみめです。今日はですね、ぷよぷよテトリスのアップデートが行われた初日に対戦したバーサスサタカメの解説をやっていこうと思います。では見ていきましょう。まずは開幕 DT4。ちょっとね、まだね、これアップデートが行われた初日に対戦した日なので、まだタイプ4の戦術が洗練されてないかもしれませんが、そこはね、もうしっかり比較してもらえばわかるかもしれません。さあ、DT4 打ち切って平積みに移行した。さあ、サタカメ4連鎖で総裁してくる。穴場来ましたね。さあ、引き続き平積みで、どん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 平積みで火力を送ってって、さあ、赤ハッカの、4連鎖。緑までの4連鎖で、俺が T ミノの置きミス。さあ、この置きミスはちょっと相手に時間を与えちゃうんで、ちょっと痛いですね。さあ、ホリレンの繋げるルートにして、S ミノ、O ミノ、T ミノ、J ミノ、I ミノまで繋がりますね。さあ、その子まで繋がるのに対し、6連で十分量だろうと判断して6連打ってきましたね。まあ、かなりホリレンが繋がってはいたが、まあ、6連は相当でかいので、まあ、帰ってこないと判断して即打ちしてきたんでしょう。まあ、ここもホリレンで4連まで繋げて、T スピンダブル、から積み込んで T スピンダブルテトリスの地形に対し、サタカメは緑ハッカの4連鎖、連結3連の4連鎖で、俺がちょっと置きミスが多発して、S ミノ、J ミノと少し辛そうだが、リカバリーの T スピンダブル、から、しっかりリカバリして、なんとか問題はなさそうですね。しかし、相手の結構受けも広いので、受けも広くて、なおかつ、結構時間も経ってますんで、マージンまでが怖い。さあ、4連打たれて、まだマージンは入ってないですね。マージンタイムが来ると、ちょっとまずいですね。さあ、2連で打たれて、3連までホリレンで、まあ、直列は来ているので、なんとか耐えられるは耐えられるが、そろそろちょっと決めに行かないとまずいぞ。さあ、テトリス打って、ホリレン繋げる。それに対し、緑発火はせずに、積もって積もって緑待ちで緑発火していきましたね。さあ、これは5連鎖。5連に対し、T スインシングル。さあ、マージン来てしまった。さあ、ついにマージンが来た。さあ、マージンが来てしまったぞ。3ライン消し。さあ、これは立ち回りが厳しくなる。3ライン消しから、地形揃えて、2ライン消し。2ライン消し、でかい、イバラ。特大イバラからの2連鎖。Tスピンダブル。3ライン消しで2ライン消しから、ホリレンに繋ぎましたね。と思ったら、ここで1回、途切らせて、掘りに行っているが、2ダブで返されたかと思いきや、後打ちで返す。さあ、テトリス。BTB テトリスで SDSD。それに対し、赤ハッカの、2ダブの5連鎖。2ダブを含む5連鎖。でかい。さあ、結構降ってきて、2ライン消し、2ライン消しと。3連鎖を打たれる。テトリス、テトリスと。これはしっかり、後打ちで返して、で、しっかりテトリス掘り。しかし2連で総裁されたかと思いきや、こちらの方がちょっとでかかったですね。さあ、BTB テトリスで、2段、2段と1個振る。3ダブ。これは受けてからテトリス。しかしまあ、地形はだいぶ良さげなので、ワンチャンあるようには見えるが、どうだ。さあ、3連鎖打たれる。テトリスで、一回操作当てるが、だいぶ振る。あ、テトリスから、テトリスボリー。3連、4連鎖。あ、これホリレンにした。これは受けてから相手に送るという判断でしょう。受けて相手に送る。しかし2連鎖。マージンが入ってるんで、やっぱり小さい連鎖数で操作しに来てますね。さあ、2ダブ。おっと、T スピン作ったが、間に合わずに刺さる。今のはテトリスにするべきでしたね。ちょっと T スピンダブルから T スピンダブルテトリスの形に持っていこうとして欲張って刺さってしまう。さあ、やはりマージンの立ち回り上手いですね。しかし今の単発は置きミスか？
3発を置きミスしたように見えた。それに対して俺は DD パフェを取って、2連パフェ、相手3連鎖に対し2連パフェ、から、T ミノアイミノで3連パフェ、黄色ハッカの2連鎖、S ミノ回転入れで T ミノ J ミノで4連パフェ。さあ、今回はパフェなかった。T スピンダブルから、ちょっと積み込みに行ってますね。ほんとこういうのは、今の場面とか正直後打ちしてもあまり意味をなさないので、やはりこういうところの一つ一つがまだアップデート初日といったところですね。本当に。今の俺から見るとタイプ4の戦術がまだ確立されていないというか、そういう印象を受けます。やっぱりなんだかんだ成長してますね。こう見ると。やっぱりマフマフさんとの対戦がタイプ4の、その、強さをさらに上達させたと言いますか。そういうのがもう見てすぐわかる。戦術面がやっぱり洗練されましたね。さあ、ちょっと置き見せ してしまったんで、2ライン消しから T スピントリプルでリカバリする。それに対し、黄色ハッカの、5連鎖、じゃない6連鎖。それ亀で赤が繋がってるんで6連鎖。さあ、これはしっかり受けてから、T スピンダブルかと思いきや3ライン消しで妥協してから、地形整えて T スピンダブル。大美濃の置き見せがちょっと痛い。2ライン消しで妥協して、赤ハッカの3ダブ。まあまあでかいですね。T スピンダブルから。さあ、J ミノで屋根をつけようとしたところに、L ミノを置き見せしてしまって、ちょっと痛いぞ。さあ、これでダブルだが、T スピンダブル、T スピンダブルと。ダブルだが打って、ポリレンをつなげるルートにしているが、つながるか、これ。いまいち繋がらないので発火する。さあ、T スピンダブル。からテトリス。しかし5連鎖なんで、返せないですね。さあ、若干、掘りに、ぐだってはいるが、なんとか掘り切れる。さあ、そこに、すかさず5連鎖を打たれて、結構辛い。T スピントリプルにして、TD アタックですね、これ。TD アタック。から T スピンダブル。シングル消し。さあ、これはでかいぞ。7連鎖耐えられるか ?2 ライン消しして、T ミノ、Z ミノ、いやー、無理ですね。ちょっと今のは時間を与えすぎたかな。掘り方というか、まあ、火力があんまり遅れていなかったので、そこにつかさず7連鎖を組まれて刺さる。さあ、開幕パフェ済みでパフェが取れる。これはジェイミのアイミのね、2連パフェ。アワーハッカの2連鎖までは持ってますね。さあ、ジェイミノの置きミスかな。ジェイミノの置きミスを、T スピンダブルでリカバリー。2ダブ。この後打ちはいいですね。今のは総裁に回る後打ちなので、今の後打ちは有効です。さあ、2ライン消し、2ライン消しと。から3ライン消し。2ダブ、2ダブで返してくる。それをしっかり受けてから T スピンダブルで返して、2ライン消し。2連で、総裁するが1つ振る。1個振って、2段強振るが、5連で総裁してくる。さあ、これ DT4 行きましたね。DT4 を組んで、途中 DT。途中 DT から、しっかりテトリス彫りにしたいところだが、T スピンダブルにした。T スピンダブルにして、2ライン消し。さあ、受けてからの、2連鎖。テトリス。T スピンダブル。しかし、相手の2ダブがでかいんで、火力が遅れない。さあ、掘ってって、T スピンダブル。これはシングルかな。シングルの方が、まあ今のは地形がいいので、T スピンシングルにして、青ハッカの2ダブ、3ダブの5連鎖。2ダブからの3ダブからの5連鎖なんで、だいぶでかいですね。同時消しが含まれているので。さあ、テトリス。
さあ、4連打たれて、ちょっと歩みのがないが、一回 J ミノで削って T スピン W にしてからテトリスと。さあ、相手も後打ちの構えをしていて、打たれる。3ダブで返されるところを、さらにテトリス合わせるが、それでも帰らない。しかしまあ、穴はまあまあ、そんなにめちゃくちゃ穴原で来ているわけではないので、なんとかなりますね。おっと、マージン入った。マージンが入ってしまったぞ。これ大丈夫か？さあ、相手見ながら、テトリス、と打って、ちょっと刺さりましたね。今のはまあ、マージンが入ったんで、かなり危ないかなと思ったけど、なんとか、刺さっていく。さあ、開幕パフェ済み。パフェ取って、アイミノ、ジェミノで2連パフェ。さあ、3連パフェの構えで、アイスピンからの3連パフェ。さあ、これは置きミスしたが、しっかり、キースピンダブルでリカバリー。青ハッカの3連さ。青ゾロをできるだけ積もっといて、3連差を打ってくる。さあ、エルミの置きミスした。赤ハッカで、3連差。これはエルミので、ジェミの回転入れでリカバリーですね。しっかり、J スピンも活用していくと。さあ、黄色ハッカの、3ダブじゃない、4連差。4連差を受けきれると判断して、受けてから T スピンダブルテトリス。即打ちして、刺さる。今の青が、引けてれば一応総裁はできたかな。ただ、まあ、こちらの火力がでかかったので、追撃すれば刺さるかな。3連差ぐらいあったように見えたけど、発火点が複数あったかもしれないんで、ちょっといまいちわかんなかったですね。ただ、なんか右からの3連差ぐらいはあったように見えた。が、まあ、結果的にはまとめ打ちをして刺さりましたね。はい、じゃあま、こんな感じで今日はお疲れ様でした。良ければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。では、ありがとうございました。